株式会社芝山農園の代表取締役篠塚義則です。この寝た芋けんぴは、近年さつまいもブームでいろんな商品が生み出されていく中、昔ながらの芋けんぴに注目し、新たな時代の芋けんぴを作るべく商品開発いたしました。収穫したさつまいもを低温貯蔵庫にて保管し、熟成してから使用するため寝かせているというネーミングを使用しています。農家が手掛ける加工品として、原料のさつまいも栽培からお客様のお手元に届くまでの全ての工程において研究しています。原料には自社で生産した紅あずまを使用しています。収穫した紅あずまを熟成することで、さつまいもの甘みを十分に引き出したお芋を味わう芋けんぴです。揚げ方にもこだわり、温度の違うフライヤーで2度揚げしてます。1度目はしっかりと水分を抜き、2回目で外身をカリッと仕上げます。また噛み心地がちょうどいい硬さになるようにこだわり、カリゴリ系芋けんぴとしてカリカリッとした心地よい食感をお楽しみいただけます。パッケージは手軽に味わえるよう 60g の包装で食べきりサイズにしております。今回ご紹介しているのは甘味になりますが、その他にも塩味や青のり味など食べ飽きないラインナップを揃えております。新たな千葉の名物として、贈り物や自分へのご褒美、お子様へのおやつとしておすすめしています。ぜひお召し上がりください。ツッカーモの石井です。船橋産ベーターキャロットポタージュスープは、人参では全国初の地域ブランドである船橋人参を使い、生クリームと香味野菜、わずかの塩で味付けした濃厚なポタージュスープです。地元船橋のベーターキャロットをたくさんの方に知っていただきたくて、そのままのネーミングにしました。原料は地元の生産者さんから規格外品になってしまったベーターキャロットを仕入れています。人参がたくさん取れすぎてしまうなど、消費が追いつかず余ってしまうような場合は、フードロス解消の取り組みにつなげていきたいと考えています。人参の収穫期は3月から5月までと短いのですが、地元の工場にもご協力いただきまして、蒸し炒めして裏ごしした状態で冷凍保存していただき、必要な時にそれに生クリームなどを加えて調理することで、1年を通して変わらぬ味をお届けできるように工夫しています。また製造工程ではあえて少し食感を残す程度に裏ごしして、風味が落ちないように商品は冷凍でご提供しています。レストランツッカーモがお店で提供しているレシピで丁寧に仕上げたポタージュは、ホットはもちろん、夏には冷たい牛乳で割った冷製もおすすめです。野菜をたくさん食べたいと考えている方はもちろん、人参嫌いのお子様にも一度お試しいただきたい商品です。ぜひお召し上がりください。小泉酒造の社長兼杜氏の小泉です。純米吟醸東海つぶすけは、業界初千葉県開発米新品種つぶすけを用いた清酒です。地元富津市のつぶすけを 100% 使用しておりまして、食べても美味しい、飲んでも美味しいをコンセプトに醸しました。令和元年の台風による蔵の被害や新型コロナウイルス感染症の影響から立ち上がろうと、千葉ならではの商品開発に取り組みました。
新品種かつ食用米であるつぶすけの清酒製造は前例がありませんでしたが、自分たちの技術力を信じて試行錯誤を続け、完成した商品がこの純米吟醸東海つぶすけです。醸造過程で酵母をブレンドし使用することで穏やかな香りを呈するお酒となっております。飲み飽きせず、いろいろなお食事に合わせやすいのが特徴です。やや甘みのある味わいに仕上げることで、日本酒に親しみのない方でも飲みやすく、シュワッとした微発泡感がある喉越しもお楽しみいただけます。商品名は弊社のメインブランドの一つである東海を掲げ、つぶすけを使用していることが分かるように命名しました。またパッケージはつぶすけロゴマークをモチーフとして、千葉県の花、菜の花を千葉県の形に入れることで千葉県らしさを前面に出しています。アルコール飲料も地産地消で、千葉県産農林水産物との美味しいペアリングをご堪能いただきたいと思います。ぜひお召し上がりください。お菓子どころ扇屋の代表取締役坪田と申します。千葉県の名産の素材を使った千葉県らしいお菓子を作りたいと思っていました。そこで房州びわの果肉を餡に織り交ぜたお菓子が出来上がりました。びわの実は焼き菓子ですが、まるで生菓子のようにしっとりとした仕上がりのお菓子です。房州びわは南房総市の農園さんから直接仕入れています。びわの収穫期である5月から6月にかけて1年分のピューレを作ります。一つ一つ手作業で素早く処理して、品質が落ちないようにピューレにして冷凍保存します。お菓子を作るときに白あんに練り込んでびわあんを作ります。生地に使う小麦粉や卵、バター、人参パウダーは千葉県産の原材料を使用することにこだわっています。千葉県の原材料を供給していただける農家さんを探すところから始まり、時間をかけてようやく出会うことができました。出来上がった生地を使ってあらかじめヘタを焼きます。ビワあんはとても柔らかいので、包あんする機械を使い生地であんを包みます。ビワの形は手作業で作り、本物のビワに近づけるようにしています。そしてオーブンで焼いて出来上がりです。ビワの実のパッケージは折り箱に入れた時の上品さや高級感が感じられるようなデザインにしております。両サイドには可愛いビワの絵が入っていることもポイントです。ビワの実はお子様からご年配の方まで幅広い年齢層でお使いいただける和菓子です。千葉県のお土産として大切な方への贈り物や敬重品としておすすめです。ぜひお召し上がりください。